はい、どうも鈴木です。今回はですね、つわりの時に効くツボをやってみたいと思います。で、足三里ってツボなんですけど、こちらなんですけど、足三里って大体この、教科書上だと、この脛骨側面から指一本外側のところにあるんですけど、特に狙うポイントとしてはこの前脛骨筋のところですね。で、なんかボディクリームとかあればこういうふうに、使っていただいて、下から上に結構強めでも大丈夫ですか、これ大丈夫ですか、こういう感じでやってあげるといいです。だから結構旦那さんができますので、つわりがある時なんかは旦那さんにやってもらうとすごくいいです。で、ポイントとしてはこの脛骨の際のとこですね、際のとこを狙ってあげて、結構腫れてる感じありますね。そうですね、そう、筋肉が腫れてる感じがあるんですよね、こういう場合って。なんかむくんでるっていうんですかね。はいはい、なんかむくみと釣りやすい。釣りやすいですか、はい。胃が結構疲れたりとかすると釣りやすくなったりしますし、単純にちょっと寝てる時に寝返り打てなくなってるので、それでも血流が溜まってきて、普通の人だと寝返りできるんですけど、やっぱ妊婦さんだとお腹重くてなかなかできなかったりするので、あと姿勢も限られるので、それになっちゃう人多いですね、吸ってしまう人。こんな感じですね。なんで分かると思うんですけど、骨の上はやらないようにしていただいて、際と真ん中と外側のライン、ここに腓骨筋があるので、腓骨筋の上というかちょっと外側、腓骨筋がここにあったらこういう感じでやってあげるのも大丈夫です。腓骨筋の上やると結構こういう感じで滑ったりしますので、腓骨筋の外側と内側をやるような感じですね。これやると結構胃の気持ち悪さ取れてきますので、つわりがあって胃が気持ち悪い場合はこれをやってみてください。では、さよなら。